越中の国は越後の上杉謙信の侵略に絶えず侵されていたが、上杉の勢力を追い払い富山城の神保長住を助けるよう命ぜられた成政は直ちに上杉勢を駆逐、越中の国に久しぶりに平和を取り戻した。天正9年、越中国主となった成政は富山の城下町を整え、領内の道路を補修し橋を架け、常に民衆のことを思い、その幸せを願い、分けても城岸寺川の氾濫に苦しむ人々のためその身を挺して治水事業に取り組んだ。その一つが豪口用水に築いた大石堤の名残であるさっさ堤である。この人情あふれる名君で常に領民のために心を砕き、越中人と共に生きた民生家の人間愛を領民は心底から敬愛した。成政が越中に在住したのはわずか5年であったが、成政の功績は越中人の心の中に永遠の生命力を持って生き続けている。さっさ堤の保存、多少神社に残る。だって今を遡ること414年、2番手南東隊かかれ撃て。3番手おばた隊の黒備えかかれ撃て。槍じゃない、何になっただよ。槍の棒になった。大きれで戦っとる。のごとく過半人数を徐々に固めていった。大丈夫。